デンマークの映画。この項目では、デンマークの映画の歴史等について述べる。デンマーク映画界における、パイオニアのピーター・エールフェルトは、初めてのデンマーク映画を撮影した人物で、1896年から1912年の間、デンマークでの生活をテーマにした200ものドキュメンタリー作品を撮影した。エルフェルトはまた、1903年にデンマーク初となる。 長編映画も制作した。デンマークで初めて映画が上映されたのは1896年6月のコッペンハーゲンのタウンホールにおいてであったが、上映された作品は外国で制作されたものであった。1906年、映画館のオーナーであったオレオルセンはデンマークで初めての映画制作会社であるノルディックフィルムズカンパニーを設立した。この会社は、 多くの短編映画を海外に輸出して収益を上げた。1909年までノルディックフィルムズ以外に制作会社はなかったが、1910年には10の会社が設立されていた。現在ではこの時期はデンマーク映画界における黄金時代と呼ばれている。1910年の春、ノルディックフィルムズは短編映画のみを撮影するというそれまでの方針を変え、 長編映画の制作にも乗り出した。これは、オーフスフォートラマカンパニーが1910年に制作した30分を超える初の複数リール映画デンバイドスレイブーハンドルに触発されてのことであった。映画が長くなるにつれ、芸術性が重要視されるようになっていった。1910年のアフグランドンは、ヨーロッパ初の女性スターとも言われるアスタニール戦の キャリアのスタートとなった。この作品はエロティックなメロドラマで、このジャンルはすぐにデンマーク映画界で人気となった。1911年、ノルディックフィルムズはヨーロッパの大手制作会社では初めて完全な長編映画を制作した。この作品は技術的にも観客からの評価が高く、海外にも輸出されたが、その際にはエロティックな場面を抑える必要があった。 1913年以降、海外との競争により、デンマーク映画は映画界においての大一人者的な地位を失い始めた。また、創造性の欠如が明らかになったことから、プロデューサーたちは新しいことに挑戦する意欲を見せ始めた。例えば独立系のプロデューサーであった、ベンジャミン・クリステンセンは、スパイ映画デッド・ヘマライザ・ハルド X と、 犯罪ドラマヘベネンズナットで成功を収めた。第一次世界大戦中、アメリカ映画の流星により、デンマークでの映画制作や、デンマーク映画の輸出は減少していった。第一次世界大戦後、カール・テオドール・ドライエルは、裁判長プレスデントンや D.W. グリフィスのイントレランスに影響を受けた、サタンの書の数ページブレード AF ・セイトンズ・ボム、といった優れた作品を制作した。 しかしながら、ドライエルやベンジャミン・クリステンセンといった監督たちは、デンマーク映画界にそれほど大きな影響を与えることはなかった。全体的に見るならば、映画技術の向上に反して、1920年代のデンマーク映画は、加工傾向にあった。この時期において特筆すべき映画は、A.W. サンドバーグによる、ディケンズ映画と呼ばれた作であろう。また、 スタンドーレルとオリバー・ハーディの前身とも言える、さすらいの二人組ファイアーターネット・オージー・ビベニエンを主人公にした多くの喜劇映画が国際的な人気を博した。こういった作品があったにもかかわらず、1920年代の終わり頃、デンマークの映画産業はかんばしくなかった。1929年、ノルディック・フィルム・カンパニーは音声映画の会社を設立する。 ノルディックフィルムは1931年のザ・パスター・オブ・ベ・ホルビーにより、デンマークのマーケットにおいて、さらなる影響を持つようになる。また、1930年代には、軽めのコメディ映画を多くヒットさせた。しかし大恐慌により、映画会社がよりシリアスな映画ビジネスに乗り出すことが難しくなった。また、どの国の映画にも言えることだが、音声が入ったことで、デンマークの映画が、 国際的に上映されるという可能性が少なくなってしまった。多くの人気スター、例えばマーガレット・ビビ・イプ・シェンベルグ、ペーター・マルベールといった俳優も出現し、彼らの作品はそれなりの成功を収めたが、メディアとしてそれ以上の発展は見られなかった。1940年から1945年、ドイツがデンマークを占領した期間に芸術的な映画が作られるようになる。 ボデル、イプセンのブラックタイやメロディオブ・マーダーといった作品はインターナショナルレベルのロマンティックコメディや、サイコスリラーであった。また、アメリカのフィルムノワール、1945年以降、現れたに通じるようなクライトーンの作品が現れたのも、この時期である。ヨハン・ヤコブセンのウィットに富んだエレガントな作品や、エルン・ストレビッチの作品によって、コメディ作品の質も上がっていった。 また、オレ・ポールズ・ボーのシニカルで鋭い作品や、夫婦で映画制作に携わったヘニング・イエンセンの写実的な作品などにより、戦後すぐの数年間にも質の向上が見られた。しかし、しばらくすると、再び戦前の状態に戻ってしまい、センチメンタルなコメディや単純な作品が主流を占めるようになってしまう。1987年にガブリエル・アクセルの バベットの晩餐会が、翌年には、ビレアウグストの、ペレガアカデミー外国語映画賞を受賞した影響で、1980年代の、終わりから、デンマーク映画界は、大きな蝶を見せ始める。同時期、多くの才能ある若手監督たちが、デンスキーフィルムスコールを卒業している。1986年に制作され、翌年に公開された芸の少年たちを、主人公にした、は、 ステファン・ヘンセルマンが監督し、ヘンセルマンとアレクサンドル・コーションが共同で脚本を書いた作品でニューヨークやサンフランシスコで熱烈な支持を受けた。この作品は1988年のサンフランシスコ国際レズビアンゲイ映画祭において観客賞を受賞し、2005年にはコッペンハーゲンレズビアンゲイ映画祭で上映された。ヘンセルマンは1990年にもう一作。 ダゲンスダーラを監督したが、翌年亡くなった。1990年代のデンマーク映画界は、ラース・フォントリアーに支配されたと言っても過言ではないであろう。ヨーロッパ、奇跡の海、イディオッツ、ダンサー・イン・ザ・ダークといった彼の作品は、世界的に高い評価を得、多くの映画賞にノミネートされた。また、1995年から始まった、ドグマ95は、 その厳格な純潔の誓いによって映画制作者たちに SFX やその他の特殊効果を使用するよりもストーリーそのものと俳優たちの演技に集中させようした点で世界中から注目を集めた。初のドグマ映画であるセレブレーションはトマス・ウィンターベアの作品で多くの国際映画祭で賞を受け、またロサンゼルス映画批評家協会賞と ニューヨーク映画批評家協会賞の外国語映画賞を受賞した。ドグマ95の初期のメンバーは、ラース・フォントリアー、トマス・ビンターベア、クリスチャン・レブリング、ソーレン・クラーク・ヤコブセンの4人であった。ドグマ95は、デンマークで始まったが、次第に、世界中の映画監督たちが、ドグマのガイドラインに従った作品を制作するようになっていった。2000年以降も、 デンマークからは革新的で議論を巻き起こすような作品が現れている。トリアーのドッグビルは自然主義のドグマ95からの完全な決別を象徴する作品で演劇的な要素を含む新しいスタイルを追求しながら、それでも際立って映画的と言える作品であった。パーフライの三部作ザベンチ、インハレティンス、マンスローターは 世界的に高い評価を得た。また、スザン・ネビエールの、ある愛の風景や、アフターウェディングのヒットにより、マッツ・ミケルセンやウルリク・トムセン、ニコライ・リーカースといった俳優が知られるきっかけとも、なった。アフターウェディングは2006年のアカデミー、外国語映画賞にもノミネートされた。見船や、幸せな孤独、ウィルバーの事情、ある愛の風景などの脚本で知られている、 アナストーマス・イエンセンは、近年では、フレッシュ・デリア、アダム・サプルズといった作品の監督でも知られるようになっている。他の著名な監督には、ニコライ・アーセル、クリストファー・ボー、ロネ・シェルフィグ、ニルス・アーゼン・オプレウ、ニコラス・ウィンディング・レフン、オーレ・クリスティアン・マドセン、アネット・ケイ・オレセンなどがいる。第83回アカデミー賞では、イン・ア・ベター・ワールド、サン・ネビア監督が、 外国語映画賞を受賞した同作は2011年夏に日本公開予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。